どうも皆さん、こんにちは、フォーです。今日はですね、このロスサントスについにカジノがオープンしました。そこでね、ちょっとね、遊びに行きたいと思います。早速今回はブガッティシロに乗ってやっていきましょう。このロスサントス一の大金持ちフランクリンがカジノで豪遊したいと思います。おーし、早速どの程度のねカジノができたのか視察に向かいますか。この超大金持ちのねフランクリンさんがカジノで豪遊してくれるということで、ロスサントスもまた景気が良くなりそうです。さあ、どっちにあるんだ。あっち側にあるみたいだね。いや、これは楽しみだな、すごいこのカジノハウスではね、お金をねたくさん払ってね、上級の会員になることによってペントハウスを持てたり、あとはねなんか VIP ルームに入れたりするみたいですね。そしてブラックジャックを楽しんだり、なんかルーレットをしたりとか、そういう感じで実際に遊べるみたいなんでね、めちゃめちゃ楽しみですね。行ってみるか。相変わらずこれシロンえげつないな、本当にスピードが速すぎるわこれはすごい。よし、行こう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 。おお、そしてここは右か。駐車場もちゃんと完備されてるんだよね。おお、すげえ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 、かっこいい。ありました、ここが駐車場ですね。行ってみますか。入れねえぞ。どうなってんだこれ。会員にならないといけないのかな。ちょっと、じゃあ入り口の方に回りたいと思います。おお、着いた着いた着いた。ここか。おお、カジノ&リゾートって書いてあるわ。ダイヤモンドだね、ダイヤモンドカジノ。やってみましょう。ここが入り口かな。入りまーす。あ、ここでメンバーシップっていうのがあって、いろいろありますね。500ドルが普通のベーシックな感じですね、標準の会員で。すごいよこれこの一番高いやつはね、 VIP プラスっていうメンバーシップなんですけど、こちらはね1、10、100、1000万、10万、100万、1000万、1200万ドル高くね。すげえ。1、10、100、1000万、10万、100万、1000万、うん、といってもね、フランクリンさんからしたらね100円みたいなもんなんで、こちらでやっていきたいと思います。おほほほ、すごいですね。そしてペントハウスっていうオプションもありましたね。おお、なんかありますよ、これは。いろいろなんか部屋の内装とかも決めれるみたいなんですけど、まあ、とにかくスタイル1にして、そしてバーもつけることができるみたいですね。あ、バーつけるだけですごい値段上がった。1、10、100、1000万、10万、70万ドルですね。バーつけたら70万ドル上がって、スパもつけると1300万ドルになっちゃいましたね。メディアルームっていうのもつけてみましょうかさーて、どんどんつけていこう。エクストラベッドルームだって。いや、これは女性をね呼び寄せるために必要なんで、つけておきましょう。バーライトとかも選べるみたいだけど、これわかんないバー1でいいか。で、ポーカーディーラーとかいうのもありますね。これはなんだこれ。ブラックジャックができるディーラーをね配置しておきましょうかね。まあなんかここら辺はモダンな感じにしとこうか。アーケードは、よくわからないけど、ここら辺適当にしといたら、お値段こんな感じになりました。1、10、100、1000万、10万、100万。はい、買っちゃいます。おお、すげえ。ようこそって来ましたね。何これ、これがカジノなの。え、めっちゃ本格的なやつだね。すごすぎる。あ、これがなんかトランプとかする場所。すげえ。何これ、かっちょええ。めっちゃかっちょいいじゃんこれ。あ、これ VIP な感じ。すごいな。ペントハウスって書いてあるね。え、何これ、おかしくなっちゃる。何ですかこれは。いた。おお、始まった始まった。かっこいい。何これ、めっちゃかっこいいじゃないか。すごいすごい。あ、マイケルマイケルも来てたんか。ちょっと待って待って待って、何この車、すごいかっこいいですね。くるくる回転しますよ。おお、これはかっこいい。すごいかっこいい。これ欲しいな、この車欲しい。めちゃめちゃ欲しい。すごい、装飾もすげえ綺麗ですね。めちゃくちゃお金かかってるな、本当に。やばいな君ちょっと庶民すぎないかさすがにその服装でお金持ってなさそうだね
めっちゃ庶民の方も来てますね。いろんな方が入ってもいいみたいで。これは何？エレベーターついてるよ。あ、ペントハウスに行けるみたいだね。早速ね、フランクリンさんが買ったペントハウスに行ってみますか。行ってみましょう。おー、なんだこの綺麗な階段は。すごすぎるな。え、何これ何これ、こっち？ヘリパッドって書いてる。え、ヘリコプターも着陸できんの？そして、こっちに行けばいいの？あ、こっちはカジノって書いてあるね。あ、すげえ、上から覗ける。おー、みんなスロットマシンで遊んでるね。すごいすごいすごい。おお、何これ、最高責任者の椅子、社長の椅子かこれ。マジか。フランクリンさん社長になってしまった。すげえ、何これ、購入オプションって書いてあるね。何の話だこれは。よくわからないけど、ビジネスを拡大する、これは何、意味がわからない、ようわからんな、もう本当に。かっこいい、すごいかっこいい。フランクリンさん社長になった。あ、マイケルが遊んでる。マイケルが遊んでるよ、ほら、すごいすごいすごい。とにかく探検してみるか。あ、君たちどうなってるんだ、これ透明人間になってるじゃないか、すごいな本当に。へえ、広、めっちゃ広い。ここは入れないのか、すごいすごいすごい。君は誰、秘書？おー、すごい。僕は社長になったんだ。こっちは何だろうね。これ何これ。ここはいけないのか。ちょっと階段使って下の方に行ってみようかな。なんじゃこれ、ダイヤモンド買ってある。すげえな。ああ、誰かいたね。あなただったち、ごめんね、押しちゃった。ああ、すごい。こんなスペースに来たね。へえ、ここは一体なんだこれ。君なんか椅子の上に乗ってるね。これは一体どういうことだ、すごいな、本当に。ポーカーができて、こっちはなんだ、ルーレットができるよね。いや、ちょっとルールわかんないな、これ。このブラックジャックっていうのやってみますか。これは確かなんか21に近い方が勝ちですよね。ディーラーと勝負だったと思うんですけど、これはなんか、100、あ、持ってないって書いてますね。チップが持ってない。チップ持ってないって書いてあるな。あ、チップ買いに行かないとダメなの、それ。おー、そういうことか。このルーレットマシーンみたいなスロットルはできないのかな。あー、スロットルはできないね。これやってみたいんだけどね。すごい、これどうなってんだ、めっちゃ広いな。すげえ、何この部屋、めっちゃいいな。何これ何これ何これ、すごい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 、かっこいい。じゃあちょっとこっち側行ってみるか。あー、これ面白そう。5000C ってなんだそれ。 5000C がないとダメなの。これキャッシャーって書いてるね。お、ここでチップ買えるんだね。何枚、100万チップ買っとくか。すげえ買ったな、めちゃめちゃ買ったぞこれ。お金使いまくってるな。で早速ね、 5000C でなんかこれ回してみよう。おお、なんか服が手に入ったって書いてあるね。すげえ、いっぱい回せるぞこれ。あ、お金入ったわ、5000ドルも入った。嘘でしょ、こんなんくるくる回すだけで5000ドルかよ。すげえな、本当に。あ、また服が入ったよ、これ。これブランドの服かな。この RP っていうのはよくわからないけどね。お、また服入った。こんなに服いらないんだけど。服いらないわ、こんなにも。すげえいっぱい入ってる。おー、回しまくろう。なんだこれは、すごいな。あ、これは1万5000コインだね。1万5000、あ、車入ったぞこれ、すげえ。なんかもう注文できるって言ってますね。ビジネスガレージメニューから注文できますよって書いてある。車も注文できるようになったぞこれ。おお、2000ドル入った。なんだこれは、2万5000コインだね、すげえ。じゃあちょっとこのテーブルゲームっていうところでやってみますか。ブラックジャックにちょっとだけね、挑戦しよう。この部屋がちょっと気になるんだけどね、あの真っ白の部屋がね。ちょっと待って、これどういうことだ、これいろいろありすぎるな。何これ。なんだこの映画館みたいなところは。ブラックジャックの前にこっちやってみよう。スタートレースって書いてあるわ。何これ、おお、どの車が勝つかやるんだね。適当にかけてみる、これ。え、これどうやってやるんだろう、これ。スタートレースってすればいいの？ビークル A が勝つと思うので。あ、OK、始まったぞ。おー、何これ何これ何これ。
すごいすごいすごい、よくわからないこれ。あー、ぶつけられてるよこれ。どういうこと、いまいちよくわからないな。5600ドルかけてみましょう。どうなるんでしょうかね、これは。わけがわかりませんが、一応1位を爆走してますね。これはあと何周なんだろうね。カメラの視点変わらないのか、これ。めちゃめちゃ見づらい。そして何この人影。5600ドル手に入れたって書いてあるね。すげえ、やったぜー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 。マイケル、マイケル。下がれって言われましたね。マジか。結構キレられてるね。おー、ここでちょっとやっていこうか。カードゲームやっていきましょう。これポーカーって書いてある。こっちもポーカー。ポーカーとブラックジャックって何が違うんだろう。それすらよくわからないというね。あ、ここなんかハイリミットって書いてるね。これはどういうことか。さあ、こっち側でやっていこうか。これだっけ、ブラックジャックできるの。おお、ブラックジャックできるね。よし、今度こそ挑戦だ。じゃ、まずはお金をベットしないといけないみたい。かけないといけないみたいですね。これは1000かけてみよう。1000コインかけました。やっていきます。さて、これでカードをもらいましょうか。21に近づいた方が勝ちなんだっけ。さて、これで今12で15ってなってますね。これもう1枚引けるんでしょうか。17。意味が分かりません、私には。多分こちら負けました。よく分かりません私には。このポーカーっていうのもやってみましょう。適当にやっていけばなんとかなると思います。1万コインをかけちゃいましょう。すげえ、1万コインになったらこれ形変わるんだ。なんだこれ、すごいな。君ちょっと前を向きなさい、ちゃんと。お、今度はディーラーもなんかトランプカードが出てきましたね。何これ、どうなってるんだこれは。これで終わりじゃん。これでやった。え、3枚引かないとダメって言われましたね。はい、3枚引きました。はい、これでどうなるの、わかりません私には。ちょっとマイケル、僕には理解できないよ、このカジノっていう遊びが。さっぱりわからないよこれ。なんかもう意味がわからないと思うんだけどね。やめておきましょう。まあこういうもんもできるっていうことですね。はい、レストルームに行ってみましょう。お、これおトイレか。すげえゴージャス。なんだこれ、いろいろあるな。おお、すごっ、綺麗だな本当に、ピカピカ。すげえ、ちゃんとトイレットペーパーまでついてるよ。なんだこれは、すごいな、めっちゃ綺麗だ。素晴らしいじゃないか。じゃあちょっとね、フランクリンさんが買ったペントハウスの方に行きたいですよね。そちらに向かう。お、トレバーまで来てるよ。やばいよ、トレバーが来たら。どうすんの。大丈夫なんかな。あ、ここはなんか服屋さんみたいなのがあるけど、これは何なの。おー、これ欲しいけど、これなんか買ったりはできないみたいですね。残念ながら。なんかお高そうなやつがありますけどね。店員さんがいないわ。なんじゃこれは。高そうな服です。あー、ごめんなさい。じゃあちょっとね、上の方に行ってみますか。その私のお家を見たいわ。てってくてってってくてって。こっち側に行けばいいのか。お、なんだこれ。これは一体何これ。ペントハウスアップグレードできるよって書いてあるね。あ、さっきやってたのはこれか。おお、なんか部屋の色がめっちゃガラって変わったんだけど。これするとどうなるんだ。あー、落ち着いた色になりましたね。すげえ、これかっこいい。絨毯かっこよくなった。これもいいかもしれない。何これ、大統領のお家みたいになってる。床が大統領みたい。これは目がチカチカするんだけど、これでやってみるか。すごいお金かかってるよ、これ買えるだけで。さて、あ、お酒も飲める。バドワイザーが25ドルだって、高えな、本当に。
このビールが25ドルもするよ。マジかよ。1本2500円。高っ。美味しいでござるな、本当に。じゃあこの一番高いこのダイヤモンド買ってみますか。1、10、100、1000、万、10万、15万ドル ?15 万ドルのお酒飲んでみます。おー、でかー。そのまま飲んでるの?ホストみたいだね。え、これはシャワーできるの?テイクアシャワーってなんだそれ?あ、できないぞ、別に。何もできないけどね。なんかちょっと趣味が悪いね。あ、座ることもできちゃうということでね。みんな呼ばないとダメだね。一人ではちょっと寂しいので、みんな呼びまくらないと。あ、これ着替えたりできるんだね。おー、これシャワールームか。すごい立派なシャワーだ。うわ、なんか着替えた。着替えてる。あー、服がなくなった。何この変な服。やめてくださいよ。おトイレだ。おトイレでお着替えしました。あ、ここにも休むとこあるわ。何これ、ゴージャスだね、本当に。こんな緑の家具見たことない、蛍光色のね。どこに行ったら売ってるんだ、これ。そして、こっち側行ってみるか。これは何?ここも、おお!あ、これがベッドルームね、さらに追加の。なんじゃこれは、本当に。すげえな。なんなんですか、ここは、本当。こっち側行ってみよう、そして。おお、こんな感じでございます。ここはいける？あ、いけそうだね。なんか扉開いたぞ、これ。ちょっと開けてー。開いた、開いた、開いた。開けてくれー。開けるんだ。オーケー、開いた。オッケー、いいぞ。おー、何これは、上についてる変なやつは。気持ち悪い。びっくりした。蜂の巣かと思ったわ、これ。さあ、こんな感じです。すごい。なんとも言えないところですね。これがペントハウスか。お、自動で開いた、こっち。すげえ、シアタールームみたいになってる。これ欲しいな、自宅に。これ自宅に欲しいわ。すごい、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 すごい。ああ、ここにはもう専用のディーラーがいるんですね。ブラックジャックとかもプレイできるわ。すげえ、なにこれ。ペントハウスすごいな、本当に。いやー、お金持ちになったらこんなことができちゃうんだね。さあ、こっち側何?おお、かっこいい。これ何これ、めっちゃかっこいい。水流れてる。おお、すげえ、ジャグジー?なんじゃこれは。どんだけ金かかってるんだ、本当に。あ、ジャグジーの中入れる。おお、これは楽しい。またヘンテコな服になっちまったよ。こっち側の部屋すげえな、本当に。めちゃめちゃ眺めもいいですね。おお、これはすげえ。あー、何これ、これがバーカウンターみたいな感じでしょうかね。へえ、すごいことになってるね。こんな風になってたんだね。なるほど、すげえわ。ヘリコプターは止まってないんだけどね。あ、この下は何だこれ。なんかすげえとこある。お、す危ない。あー、そっちに行っても大丈夫?大丈夫そうだね。 OK、 いいぞ。すげー。あー、何これ。あ、お酒飲めるんだね。お酒飲んじゃおうかな。じゃあまた。ウイスキー飲もう。ウイスキー大好きなんで飲んじゃいます。5000ドルもすんのか、このウイスキー。高っ。いや、まあ、フランクリンさんからしたら全然安いんですけどね。そしてなんかいっぱいありますね。こっちはペントハウスに行けて、ここに行くとカジノに戻れると。そういう感じか。おー、すごい。楽しそう、めっちゃ。おー、やってますね、やってますね。おー、入っちゃおう。すげー。綺麗だね、ほんとに。ほんとにね、カジノはね、すごかったね。ということで、皆さんね、チャンネル登録と高評価の方よろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。